上谷代駅は愛知県名古屋市名東区城、社一丁目にある名古屋市 A 地下鉄東山線の駅。地下鉄の駅だが一社駅、上谷代駅間で地上に出るため、ホームは高価になっている。駅番号は H20。ホームの様子乗車ターミナルビル前傾相対式2面2線ホームを持つ高価駅で可動式ホーム柵が設置されている。バリアフリーの対応として、 改札内に2機のエレベーターが配置されている。駅舎に隣接して、名古屋市名東文化衝撃場、マンション、芝スターミナルが一体となった、上足路ターミナルビルが1998年に建てられている。駅付近の高架は、名古屋市東部を流れる上田川をまたぐ形で建築されており、洪水対策のため駅直下に調節地が設けられている。当駅は、 東山線駅、つとむく名古屋管区駅が管轄している。上屋城バスターミナルバスは、基本的に駅に隣接したターミナルに発着するが、深夜バスはターミナルに入らない。ターミナル内の乗り場は4カ所で、市バスは3.4番乗り場から発車する。他に、名古屋外国語大学、名古屋学芸大学、精霊中学校、高等学校のスクールバスも発着している。当駅の 約300メートル東の東山通沿いに、東名ハイウェイバスの名古屋インターバス停がある。当駅の約300メートル東の名古屋インターバス停と、客扱い中の高速バス。名古屋市統計年間によると、当駅の1日平均乗車人員は、以下の通りの推移で、住宅地開発もあり、利用者は付近の駅とともに増加傾向にある。 1969年4月1日に東山線が藤ヶ丘駅まで延長した際、駅の場所について地元との調整に時間がかかり、遅れて開業した経緯を持つ。社内自動放送の駅名のアナウンスは通常2回行われるが、坂へ、え上谷城藤ヶ丘の地上区間においては1回のみ行われる、上谷城。ありがとうございます。